はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、新パックでね、超絶今更追加された太古のおじいちゃんカードがあるんですよ。それがですね、今回の主役です。遊玉の時計塔さん、今更追加されました。今一個言っていいです、いいですか、今ですか令和ですよ。もうこのね、アルティメット昭和カードをね、今日は活躍させていきたいと思ってまして、この効果ね、非常に害悪効果を持っていまして、相手のスタンバイフェイズ時しか発動しないんですけども、このカードに時計カウンターを1個置きますと。でこのカードの時計カウンターが4つ以上の場合、自分が受ける戦闘ダメージが0になる。つまり4つ置いたら最強ということですね。全部のダメージ0になるんで、何が起きても絶対死なんっていうことですよ。で時計カウンターが4つ以上置かれた、このカードが開始されて墓地を置かれたら、ドレッドガイを特殊召喚できる。でドレッドガイさんっていうのはどういうモンスターかっていうと、すごいよねこの筋肉、やばくない、これどんだけ筋トレしたんだよっていう感じだけど、このモンスターは、遊具のトゲットの効果で特殊召喚された時、ディスティニーヒーローと名付いたモンスター以外の自分のヒット上のモンスターすべて破壊すると、まあ、要はヒーローしか生き残れない、ディスティニーヒーローしか。だけど、特殊召喚したら、墓地のディスティニーヒーローを2体まで、特殊召喚できますよ。でこのカードが特殊召喚に成功したターンは、自分のフィールド上のディスティニーヒーロー、こいつを含むね、ディスティニーヒーローと名付いたモンスターが破壊されないし、その戦闘で発生する自分への戦闘ダメージもゼロになる。つまり絶対にディスティニーヒーローが生き残るってことですね。でこのカードの、講師は、自分のフィールド上のディスティニーヒーローと名付いたモンスターの元々の攻撃力を合計した数値になる。まあ、つまり横にまあ1600、1600が並んでれば、3200に、なるということですね。でこれじゃあどうやってリュウさんこのカウンター置いていくのっていう話なんですけども、新しいね介護スキルが登場しましてね、アルティメット介護スキルが登場しましてね、それがですね、この運命を刻む時計っていうこのスキルです。このスキルが、介護スキルで完全なる、以下の効果をデュエル中に一度ずつ使用できる。手札のレベル4以下のディスティニーヒーローを、墓地を送ってデッキから融合の時計塔を1枚手札に加える。内容これがサーチできると。で自分のフィールドゾーンの有効の時計塔を1枚選んで、時計カウンターを3つ置く。ぶっ壊れてません？3つも即座に置くんですよ、カウンターを。だから次相手のスタンバイが迎えられた瞬間に時計塔カウンター4個になるんで、自分の戦闘ダメージは0になります。でさらにここで、その後デッキからサイクロン1枚を手札に加えると、これサーチできるんですよ。ぶっ壊れとるサイクロンサーチはさすがにやばい。まあバックを除去するっていうのにも使えますし、アニメみたいにね、融合の時計と自分でサイクロンで破壊するっていうこともできます。で、このスキルはディスティニーヒーローモンスターが8体以上存在していて、ディスティニーヒーローモンスターまたはエムネントヒーローモンスター以外のモンスターが存在しないデッキを設定しないといけませんよって書いてあるんですよね。まあ縛りがあるけど一応この最強スキルが使えると。でこのデッキ、まあ完成形がこのさっきのこれなんだけどさ、俺使ってみたんですけど、なんかね、普通に強い、普通にやってることめっちゃ強いサイクロンサーチできるんで安定的に相手のバック破壊できますし、で普通にそのこれが防御札にもあってるんで、要は相手のバック干渉しつつ防御札も持ってこれるみたいな感じの結構安定スキルなんですよね。でまあ何がアタッカーになるかっていうと、やっぱりネオスと誰とでもネオスさんと、まあ、あとは、マスクチェンジで、まあ、暗記出したり、ヒーローこっちのブレイブさんを、まあ、効果にしたり、まあ、そんな感じの動きになっていくかなっていう基本的にはと思います。で手札をね減らしたいことが結構あって、このディバインガイが墓地に行ってる場合って、自分の墓地が0枚だと こいつとデスティニーヒーロー除外して2枚ドローっていうのがめっちゃ強い効果を持ってるんですけども、ちなみにこれ OCG の方ではものすげー高いんですけど、一時期4000ぐらいしましたからね、いろいろあってまあ今はちょっと落ち着いてるらしいけど、でこのモンスターを除外して、2枚ドローしたいんだけど、手札に例えばこのドレッドガイとかネオス引いてるとマジで何もできないんですよ、この効果使えないんですよ。だからライトニングボルテックスをぶち込みました。であと手札に引いてしまったドレッドガイマジで邪魔なんで、デスティニードローこれを入れましたという感じですね。まあエクストラはランク4結構立てられるんですよ、ドリルガイとかいるし、あとこいつの効果もあるんで、なんでまあある程度強そうな、まあ、ブレードハートあんま使ってなかったけど、デッドリシンとエクスカリバーはまあ象徴使いましたね。はいって感じで、なんか今更来たけど結構強かった謎のヒーローデッキやっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあお相手の方、エドフェニックス君、
いいね、このエドフェニックスミラーはワクワクするよ。見せてやる。僕のターン。手加減はしない。僕はテフだから。デスレヒのドリルガヤをウォッチの中に、融合のトゲートを手札に加えさせてもらう。そして融合のトゲートを発動。そしてさらにスキルを発動。運命のトゲート、これでサイクロンを手札に加えさせてもらう。ぶっ壊れサイクロンサーチぶっ壊れ。そしてサイクロンを1枚セット、マスクセット、マスクセット、ターンを終了させてもらうぜ。マスクヒーローはディスティルヒーローじゃないんで、ドレッドが出てきちゃうと死にますけどね。さあ相手のターン、さあお前のターンだエドフェニックス。ちなみに OCG の方ではね、あのこのフェニックスっていう名前を冠した、あのか、あ大丈夫か、あのこのフェニックスの時計を冠したあのデスティニーヒーロー、デストロイフェニックスガイっていうやつが、あのあまりにも悪さをしていて、あと、100日後に死ぬと言われています。あと100日後に死ぬフェニックスって言われてますね。はい、今さらあのフェニックスガイ買うのはあんまりおすすめしません。どうせ次禁止されるんでと思ってます。さあ融合は発動、普通にヒーローだこれは。さあバイオンとディアボリックで融合、あなるほど、まあ、そこそこ強い。でビジョンヒーローアドレーション、まあ、シャドウミスト欲しいよね結局ね。あのバイオンがあのサーチになるんで、エアーマンになるんでね、一応シャドウミストがいればデッキアツになるけど、いいだろう。さあディアボリック界アナザーディアボリック来る。まあ、でもディアブリック来たのでそんなにね困らないですけどね。はいはい、アドレーションいいでしょう。まあエアーマンもこれパリスも引けてない、マジクソザコハンドだったんだろうな多分な。これはね別に大丈夫です。まあマスク引いてる可能性あるってことか、つまりマスクチェンジはまあいいよ。いいだろう。あー一応マスクした方がいいかな。まあ2枚やるしね、2枚やるから一応マスクするか。まあ戦闘ダメージゼロなんで、一応相手のモンスターを相打ちできる可能性はあった方がいいかなっていう気はする。立てていいか、はい。さあどうする。アドレーション2800、攻撃力が同じだぜ、くしくもな。ちなみに遊撃の時計塔の効果によって俺はこのターン戦闘ダメージを受けない。これが最強フィールド魔法、遊撃の時計塔に時計カウンターとかいう謎のカウンターが4つ置かれた場合、俺はこのターン以降全ての戦闘ダメージを受けない。ちなみにこのスキルで発動した遊撃の時計塔は次のターンの自分のターンのね、僕のターンの終了時にデッキに戻ってしまうというデメリット効果が一応ついているけど、さあどうする。お自爆来るか、なるほどいいですよ。自爆はしていくで、800でダイレクトアタックかましていく、800アタックかましていくが何も起きない。さあ何も起きない。さあ一体全体何が起きてるんだエドフェニックス、お前のカードのテキスト読め。お前が自身で使っていたカードぞ。お前が自身で使っていたカードのテキストを読め。遊撃の時計塔のテキストを今頃、今さら読んでいることでしょう。さすが月末ランクマン。月末ランクマンの民は全員テキストを読まないから。ちなみにマジで月末ランクマンやるのめちゃくちゃおすすめします。なんでかっていうと、相手テキスト全然読まなくてめちゃくちゃ勝てます。めちゃくちゃ勝てます。なんでかっていうと、テキスト読まないんで。まあ、デュエリストっていうのはね、テキストを読まないことで有名ですから、アニメでもそうですし。見せてやる。マスクチェンジ来たー、マスクチェンジ来たー。とりあえずサイクロンぶっ放す。サイクロンの効果、遊撃の時計塔を破壊し、遊撃の時計塔は4つカウンターが置かれた状態で破壊された場合、デッキからデスティニーヒーロードレッドガイを特殊召喚できる。現れろデスティニーヒーロードレッドガイ。そしてドレッドガイが特殊召喚に成功した場合の効果を発動、墓地よりデスティニーヒーローモンスターを2体まで特殊召喚できる。来いドレルガイ、ドレルガイつっつえーまずは1連打2連打3連打4連打5連打できる強すぎー、時計塔ヒーロー強すぎー。さあお相手の方ユーマ珍しいですね、なんかマジで最近ユーマくんの顔全く見なくなりましたよ、ね、元気ですか、本当に見なくなりましたよね。あのオヌマトランスとかいう最強スキルが修正されちゃって、マジで何一つこのこいつの顔見なくなりましたね。
まあ多分3ターン目以降は遅すぎたということなんでしょう。まああれが妥当ですけどね、あのスキルやってたことおかしかったんでまあこのスキルも大概やってることそこそこおかしいですけどね。まあ今のところでも新パックで一番やってることおかしいなって思ってるのは、あの契約手形の先延ばし、もうなんか俺多分動画いくつか出してると思うけど、動画の DD の契約手形の先延ばしっていうスキル、マジで頭おかしすぎるんで、あれマジで本当やばい。カードをセット、カードをセット、なるほど、なるほど、あ、召集力じゃん、出た、聖国だ、トフェーネ、なるほど、なるほど、なるほど、あんま違うですね、じゃあ、先行聖国って、捨てるカードあったっけ、ライトニングボルテックス来た、そんな捨てるカードあったっけな、ちょっと上振れ狙いで、これ、普通にデスティニードローしたっていいですか、自分。いやーこれ上振れ狙いっていいんだよな、上振れ狙おう、デスティニードロー発動、デスティニードローの効果、ディシジョンガイを墓地に送って、よしよしよし、危ない、オッケー、強い、サイクロン発動、手札からサイクロン発動し、相手の伏せカードを1枚破壊していく、エネミーコントローラーいいカードを抜いた、非常にいいカードを抜いた。そしてスキル発動、なんか普通にネオフュージョンしてドリル返して殴ったら勝てそうな気がするんだけど、まあ、ゆっくり行こうじゃないか、まあゆっくり行こうぜユーマくん、ゆっくり行こう、運命を刻む時計、俺は手札からディスティニーヒーロードリルガイを墓地のクリ、有効の時計塔を手札に加えていく、そして時計塔発動、時計塔の効果、そしてさらにスキル発動、時計塔に強引に3つカウンターをパペペって置くぜ、そしてサイクロンを手札に加えていく、さらにサイクロンは何か何のチェーンもないから一応波紋とかケアします、一応ね、それ何ですか、バーストブレスやべえかさ、ネオスフュージョン、エロメンタルヒーロー、誰とでもネオスを出していくぜ、誰とでも寝ていく、ディバインガイと寝ていく、バトルフェイズいけ、ブレイブネオスのダイレクトアタック、ターン終了、さあお前のターンだ、ユーコの時計塔の効果、これで俺はこのターン戦闘ダメージを受けない、遊牧の時計塔にカウンターが4つ置かれた場合、このターン俺は戦闘ダメージをゼロにできる、全てのダメージをな、何、ああいいだろう、トメントラゴン、さあトメントラゴンはリリースされた場合、デッキから、攻守ゼロにして、通常モンスターを特殊召喚できる、生体流ぐらいしか出せない、今は生体流ぐらいしか出せない、弱ハンド、ハンド弱ハンド世界一弱いじゃん、世界最弱ハンドだったわ、これ本当だったらあの6666に並ぶんですけど、まあ、一応ここでアテムス出して、アテムスでイーサル出すくらいしかできないでしょうね、おそらくやるとしても、まあ、一応2体で、エクシーズしてトレミスでバウンスはできますね、あと、まあ、あのダメージ受けないんで僕のターン、ダメージ受けないんで全く問題ないですけど、ディバインガイ落ちてるんで通常できます、はい、トレミス OK です、トレミス OK です、でトレミス効果でバウンスも OK です、全く問題ありません、はい、まあ、一応モンスター並んだ方が強かったんで、多分相手とりあえずねアテムスしてイースタル出した方が強かったおそらく、ね、はい了解です、戦闘ダメージを受けないぜ俺はこのターンな、ドロー、ディバインガイ来た、ディバインガイ来たけどこれショルしかないんだよな、ライトニングボルテックスでショルしかねえ、ライトニングボルテックスと発動、ディバインガイを墓地の食ってお前のモンスターを全て破壊し、墓地のディバインガイの効果を発動、このカードと他のディスティニーヒーローモンスターをゲームから除外し、カードを2枚ドローする、ヒーロー来い神ゲーはい神ゲーおいえー何やおこりやいいえいいえ悔しいでしょうね、さあお相手の方、僕が相手になるよ、人手マンよろしくお願いします、デュール3倍 D を超えた D の力、なめるなよ、有効の時計塔ちょっと引いちゃってるの弱いよ、いいヒーローが活躍する、まあ、しょうがない、運命を刻む時計塔を、時計の効果を発動、カウンターを3つペペペってきておいて、でサイケロンで書いていく、つえーつえーなんて強いんだ、まあ、一応ディバインガイですね、はい、でセッセッターンを終了するぜ、さあお前のターンだ、お前のターンだ、さあユーロのゲットの効果を発動、
カウンターが一つ置かれたことによって、これでトゲートカウンターのカウントは4。つまり俺はこのターン瞬間のギラタウルス。なるほど。つまり俺はこのターン戦闘ダメージを受けない。お願い。ギラタウルス、リリース、はホルス、やばやべえモンスター来た、やべえモンスター来た。あいつは魔法自分のが受けないだけだ。レベルアップ、やばいやばい、それはそれはやばい。もう撃つしかないんじゃないか。もう撃つしかないだろ、撃つしかない。融合時計塔を破壊し、そしてマスクチェンジはまあどっちもいいか。そしてお願い、これって融合時計塔の効果は発動しますよね。発動したら無効にするんですよね、ホルスってね。そうですよね、カードの発動を無効にしたら、つまり効果の発動を止めることはできない。幽閉されていた新たなヒーローが解き放たれる。入れよ、ヒーロードレッドガイ。きたードレッドガイ、コアリン。そしてドレッドガイが特殊召喚に成功したら、フィールド上のディスティニーヒーローモンスター以外のモンスターを全て破壊し、墓地からディスティニーヒーローを特殊召喚できる。いないけど。ちなみにこのターン、フィールド上のディスティニーヒーローモンスターは戦闘効果で破壊されない。よーしよしよしよし。これ返せるんじゃねえか、もしかして。え、これもしかして返せる。これ召喚したら打点上がるんだよな、これ。あ、返せるんだけど神ゲー起きた、神ゲー起きた、やばい、神ゲーだ。強い負けると思ったか、みんな。俺は思った。負けると思ったか、俺は思った。負けないんかい、勝てるんかい。いけ、マスクヒーロー、アキダイレクトアタック。うわー、どうやら理解したの。そうだ、これがデュエルリンクさん。